い、皆様こんにちは。リヒトドゥンケルハイトでございます。ゼルダの伝説夢を見る島スイッチ版リメイク実況プレイ続けていきたいと思います。今回は第4ダンジョンアングラの滝壺、ここからやっていきたいと思います。はい、来た。さて、まあここはね、水かきをゲットできる場所なんですけど、まあ早速ね、泳がなきゃいけないところがあるわけで、まあ右から行ったらいいのかな、もうよく覚えてないから雑にやっていくけんども、おちょっと復活早いでおます。ほほほん、下が開いた。まあとりあえず宝箱ゲットしよう。コンパス、はい、ちょっとキラキラ光ってです。じゃ逆に見づらい、逆に綺麗なんだけど逆に見づらい。ちょ、あのよいしょ、雨雲さんみたいなやつすごい やりづらい。はい、とりあえず、あいつ倒さない。ほっと、雨雲さんみたいなすごい、あれ、あーっと宝箱の場所ががっつり見えてしまっているが、まあとりあえず見たらいいか。まあ基本的に順番間違えたからって積むことはないので。危ない、すごく見えづらい。だって原作の時は真っ暗っていうか、あー沈んでった。あ、でもそこまで、あそこまでしか沈まないっていうのが見えてるんだね。プールか、よいしょ。でもなんだろう、原作だったらさ、もうあそこに落ちたらドボン、あみたいな感じでしたけど、あここ行けねえわ、もう死亡って感じですけど、今回は潜れば取れそうですね。潜るか、消えるまでに上を通れば取れそうですね。よいしょ。ここはいけないと。ほんで、こっちが、あーすごい綺麗だね。もうちょっと不開放のやつは色濃くてもよかったと思うなとか、まあ、言うてもしゃあないけど。くちばし、くちばしもすごくキラキラして見える。気のせいかな、私の見ている画面が明るいからか知らんけど、すっごいキラキラしてる。でも、あら、録画画面はそうでもないな。割といい具合の色してる。さあ、何かな？これはマップップー！やっと地図を見つけたってよく言うけど、今回は割と早かった方だよ。さあ、飛ぶぞ。なんかちょっと今ちょっと気がそれたよ、ゾルちゃんが落ちていったのを見て。ちょっと目の端でゾルちゃんが落ちていくのが見えて、ちょっと気がそれたよね、今のね。びっくりしたね。よいしょ、なんかなかなーと思ったけど、よいしょよいしょ、おっこいしょ、あちょっと待って、位置がこれすぐ左に飛ばないと、すぐ左に飛ぶ。えあれ、このまま行ってる。でも先あっちを進んだ方がええんかな。これはなんかこの先進んでっても大丈夫くさいですけれども、すごくやりづらいですね。これは持って投げた方が安全かな。ほっ、ドゥーン、いいですね。あっ、今若干スレスレだった。よかった、こっち来といてよかった。あー、ゴルピーが沈んでいる。ショック、ゴルピーズショック。何言ってんだ。くちばしを早く手に入れた時に限ってあれだよね、クロさんがなかなか出てこないよね。おお、なんかここからあいつら見えているのか。マジか、殺意がうかがえる。はい、ここね、毎回扉閉まってたけど、今作はなんか割と一回開いたところはなんか一回やったところはなんかずっと開きっぱなしっていうことが多いですね。何の音かと思ったら、殺意高いな。壁越しからの殺意が高い。え？今私ちゃんと振ったように覚えたんだけど。まあいいや。よいしょ。あー沈んだー。よいしょ。頭ばばばば。すいません。押し損ねました。そこ。
もうさ、力のフォースじゃないけど、あれが見えるんだからさ、言うて、落ち着けば溺れないと、あー、溺るピーがー。まあ、それだけね。あ、いた、あった、あった。リンクって、まあ、大体の作品でも、水かきやらなんやらがないと泳げないから、喫水の金槌なのかな。そういった意味では危ねえな。いよいよ殺意が高い。あ、ごめん、どうしようかな。あいつ、あ、でも届かない。この間にやって、ゾロちゃんが、ゾロちゃんが突っ込んでくる。あ、ここは多分倒したら鍵がシューンって下に行くやつですね。鍵がーあーってやつ、ぽちゃんってやつですね。後から行くやつですね。鍵がーって、これ先右行った方がええんかな。左でも、まあ左でも行けんのかな、わかんねえ、順番が。いや、あの左のやつは前はよく覚えてねえからさ、あ、こんなとこにフクロウさんが。光る床、その動き、死ぬもの必ず導かれる。これ また先の話ですね。あー、鼻が邪魔ー、鼻が邪魔ー、あー、あ、溺れた。あ、ま、あいつが、オッケーオッケーオッケー。どういったらこう手っ取り早いかっていうのはさすがに覚えてないので、ちょっと試行錯誤でやっていきますけれども、邪魔、おめえらが飛ばないと邪魔。よし、そこは取れるんだね。あ、ほっほっほっ、いた、ちょっ、タイミング悪いし、よいしょ、安定。あ、これはあれか、よいしょ、ダメなやつか。ほいっしょい。んで、あ、これは光る床のとこだな。で、この左は多分、チラ見せできる、チラ見せさせられるとこだけだから、じゃあ、ここは後でよかったんだ。じー。畜生めい。こいつらは、飛んでるときがめんどくさい。あぶっ、今ちょっとギリジャンにしくったかな。ちょ、お前そこにいられるとすごく邪魔なんですけど。もう斜めジャンプでなんとかなったけど。よいしょ。まあいいや。これ何度もあれだよね。落ちたいです。あ、ほっ。もういいや。ハート欲しかったけど、もういいやってなりました。ここはいけるね。ほひょー。あ、ここ水のとこだったわ。あぶね。よいしょ。ん？行ってないところ、行ってないところ。あれ？なんか大体のところ行った気がするんだけど、気のせいかな。まだ行けてないところはと。光る床の話はまだだし、あ、右側か。ほっ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 。ん？これの右側私見てないけどな。でもそこ行って、あ、でもそこ宝箱があって、ワンチャン鍵が入ってたらそれでいいのか。あっと、間違えた。今斜めに飛んだはずが、割と右側に偏ってたというね。あぶね。あそこに戻る前に右を見とくべきやったな。あ、倒せたわ。スルーしまーす。ここだな、痛い。よし。あ、鍵あるね。じゃあこれで。んーで、これであれの上かな。おいしょ、おいしょ。するしまーす。え、あ、これはいいな。水、
水色のところと深いところの色が見えづらくて、おっと君が飛ばないたい、危ない危ない危ない、ハートが欲しいけど誰かくれないかな。あーあー、そんなうまいこと世の中はいかないということで、オーラソウル、あ、ハートありがとう、ハートありがとう、ついでに力のかけらもありがとう。よいしょ、ここがあれかな、中ボスか。こいつね、あの私がよくやってるのはあの これでね、あの追いかけ続けるっていうパターンなんですけど、オーラー、あ、失敗したわ、はい実はこの方が簡単だっていうね。ほっ、あ、いた、下手くそ。私はよくね、だからこれが下手くそだから私あんまり、よいしょ、ほっ、あ、ダメだ、これで、あー、音楽が今さら、あ、ダメだ、あんたか、っていうことは短い距離の時の方が、あ、ダメだ、下手くそ、おっと帰ってきた、やっぱこの方が簡単か、はっ、っていうか、なんだろう、原作の時はこっちの方が私すごいやりやすいというかあれだったのに、なんかこれになったことによって、リメイクだったことによってこれがすげえやりづらくなったっていう印象？うおー、こっち向くなー、やっぱりこうの方が簡単やんけ。もうええわ、ジャンピーしていこう、うん、はっ、まあ、無駄な動きもね、はっ、あー、すかしたんご、ていうか剣が触れてなかったんご、無駄な動きもこっちの方が少なくて済むからね。そして後ろ、はい、まだか、まあ、あれだよね、回転切りできないからちょっと時間かかってんだよねこれ、ほい、オッケー、うーん、あ、いや、瓶がないか、よいしょ、それ回復だけボロといて、んで、あー、待ってーってやつ、にゃーにゃー、よし、オッケー、キーめっちゃ打ってくるー、よし、これで開けばあの目玉も通ると、で、ここで水かきだよー、片方しか見えないけれども気のせいです、はい、ってなわけでようやく、あ、これはあれですね、光有化を覚える、あー、これフックショットがないとめんどくさいやつ、一応後ろからの攻撃でいけるけれども、痛い、ゾルちゃん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 、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、今それどころじゃない、よし、確かこれあれでしょ、なんかこうやってこのぐるぐるの、あー、間違えた、ペーン、ペーン、ペ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 ンか、まあ、これやってから終わるかな、ちょっと忘れそうだし、やっちゃっとペイ、ちょっとペイ、あ、待って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 、ちょっと先にあのこいつら倒すから待って、ペン触れるっけ、ちょっと待って、あ、剣触れないわ。そうだったな。そうだったわ。潜るんだった。オッケー。で、これ行って、もうすでに若干忘れている。これ行って、こうだっけ。んーで、これで真ん中かな。おっしゃ、行った。あ、ちょっと待って。ここって確か、階段だったな。アイテムじゃなくて。まあいいや。じゃあ、短いですけれどもここら辺で、どうせ先後から行くのも痛い、
とりあえず戻ろうかなと。よいしょ。ね、これで泳げるようになったから。ちょっと楽になりましたね。あれ取っとこうかな、先。ただ、アメンボが。剣触れたらよかったね。ふふ。頭出てんだよ。潜りきってないよね。あ、原作の時はあれなんかもう影になって全然、もう完全に潜りきってるって感じだったけど、本作だと頭出てるよね。避けれてねえ、痛いです。避けれてねえじゃんみたいな感じになるよね、これ。ほい、ハートねえかな。あった。ちょっとよいしょ、オッケー。ハートクリア。で、これは戻って、出口に戻るとき。あー、めんどくせー。おりゃ、ちょっとー。いやー、こっちだったんだ。買った。こっち扱いだった。あ、これも取っとこうか。せっかくだし。よいしょ。絵面。絵面がひどい。よいしょ。混ざってない判定だな。あのアベンボとか上の方になんか、あーん、やられたん。よし、取れた。よし。おお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 、危ない。よし。おお、あー、戻ろう。危ねえ。よし、戻ってくれた。はい、それでは今回はここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。